日本東京都文京区、大塚大塚は東京都文京区の町名。現行行政地名は大塚1丁目から大塚6丁目。郵便番号は112の0012。00文京区北部に位置する。北を、豊島区、東池袋及び南大塚、東を、仙国、南東小石川、南を、小日向田、南西をとは西尾、西を、 都市幕造ヶ谷、目白台、北西を、都市幕南池袋に接している。住宅地の地価は2017年1月1日の、工事地価によれば大塚4から9から2の地点で78万2000円、平方メートルとなっている。旧小石川区北西部の通称大塚地区内の、大塚町、大塚久保町、大塚中町、大塚坂下町、大塚上町、 大塚通事町及び日川下町などを合併して誕生。なお、山手線大塚駅は町域内にはない。同駅は文京区大塚より北西1キロメートル離れており、駅周辺は旧来巣鴨と呼ばれた地域である。地名は古墳に由来しているという説がある。1629年にはすでにこの名があった。豊島郡小石川村の商名として広く呼ばれていた。 2019年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、隣接する豊島区南大塚 2JR 山手線の大塚駅及び都電荒川線の大塚駅前、停留場が設置されている。ここ9時、大塚千住墓所、日本大学豊山中学校、高等学校などが所在。 ありがとうございます。